どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は最強調和と名高いルアンメイについて現在でも何が強いのかまとめて紹介したいと思います。調和キャラに関してはたくさんいますが、それぞれ違うベクトルの強さがあって魅力的ですよね。しかもその中でもルアンは別格となっています。そんなルアンを今回は何が強いのかをまとめて紹介していきたいと思います。ルアンに関しては無凸無持ちでも十分強いキャラとなっています。ガチャを引く前に特徴を押さえておくのは大事かと思いますね。また最後の方では一凸と持ち公演数についても使用感を話してますので、よかったら最後まで楽しんでいってください。またチャンネル登録などしてもらえますと今後のモチベにつながりますので、応援してくれる方はぜひよろしくお願いします。それでは解説していきましょう。それでは1つ目、マフが調和の中でも豊富で高性能という点です。ルアンの強みといえばまずバフの豊富さになります。しかもバフの性能もそれなりに高く扱いやすいんですよね。こちらが現在の調和保守5キャラで比較したバフ表になります。まずスキルからですが、余ダメアップをはじめとし弱点撃破効率や速度アップなど撃破特攻などいろんなバフがあります。他のキャラのテンプや追加能力の数で比べてみると圧倒的に多いんですよね。続いて必殺技についてです。他の誰も付与できない全体性貫通を付与でき、弱点撃破状態の延長など遅延効果もあります。火力面でのサポートはもちろんですが、行動順においても有利に立てるものが多くなっているのが特徴的ですね。この中でも特にありがたいのがスキルの余ダメアップです。数値だけ見ると32%と少なめです。ですがこれはルアンの撃破特攻が 180% になると最大で余ダメが 36% アップするため、合計で 68% までアップします。余ダメの数値は全調和でも最高となっており、しかもスキルでお手軽に数ターン付与してくれます。余ダメは通常攻撃から負荷ダメージ、持続ダメージなどにも影響しますので、持続編成など相性が良くなっていますね。バフの豊富さや高性能がとても強いのがルアンの一つの強みと言っていいかと思います。ルアンのバフに関してですが、実は全てが味方全体に対しての効果となります。これはブローニャのスキルなどと比べてみるといいんですが、基本的には単体に対してのバフ配りとなります。そのためアタッカーが2人以上いる場合はバフ配りが足りず単体向けになることが多くあります。ですがルアンの場合は全体バフとなっているため、簡単に味方全体の火力を高めることができます。余ダメであればアタッカーの人数分の火力を上げれるっていうところですね。しかも弱点撃破効率なども全体付与なので、サポート枠のキャラクターでも人生削りのサポートが容易になったりします。強力なバフが簡単に全体にばらまけるっていうのはロビンと似たところはありますが、バフの数が違うので別格なところっていうところになりますね。続いてルアンの強みで忘れてはいけないのがスキルでお手軽に付与できる弱点撃破効率となります。これは人生値の削り量をアップするものとなっており、敵を素早く弱点撃破状態にすることが可能です。ルアンのスキルを使用したものとそうでないものを比べてみると分かりますが、これだけ削れ具合が変わっていきます。弱点撃破できれば敵は 25% の行動遅延が発生するので、それだけでこちらが有利になるんですよね。しかもこれはボスにも有効となっているため、ボスの必殺技前で無理やり止めるということも可能です。さらにルアンのすごいところはこの弱点撃破状態を延長できるという点です。行動チェーンをさらに伸ばせるんですよね。これは必殺技の残骸の効果となっていますが、結界中に味方が攻撃をすることによって敵に付与ができます。遅延はルアン名の撃破特攻 20% プラス 10% となっているため固定になっていますが、弱点撃破時よりもちょっとだけ高めとなっています。しかも相手のターンでこの残骸は発動するので、敵は一旦何もできずに終わるということがあります。これだけで相手の行動順がどんどん遅れていくので一方的に攻撃ができるというわけです。こちらが弱点撃破に対して圧倒的有利を得られる状況が作れるので、ルアンがいるだけでかなり効率的になるっていうのが特徴ですね。続いてルアンの強みとしてはターン付与で SP 回復が高めという点です。ルアンのバフについてですが、基本的には結界を張るという行動が多くなるため、スキルは約3ターンほど持ちます。そのため、スキルは一度付与できれば、その後は攻撃して SP を温存することができ、節約がしやすくなるというわけです。ルアンの編成のしやすさは、バフだけではなく、この SP 管理能力も備わっているからですね。しかも、持ち公演数を装備していると、必殺技で SP 回復をすることが可能です。持ち公演数を持っている人なら SP 管理で困ることはなくなりますので、編成しやすさはぐんと上がります。
続いてルアーの特徴としてですが、最近の強みになってきている撃破特攻編成への適性が高いという点です。ルアーには撃破特攻のバフが備わっていますが、今までそれを活かせるのは持続編成くらいでした。ですが最近のブートヒルや調和主人公によって撃破編成が盛り上がってきているため、このバフはかなり重宝されています。ほとんどの撃破特攻キャラは250パー以上が求められる数値となっています。なので少しでも味方のバフが欲しいところになるんですよね。しかも撃破特攻編成で火力を出すには人生値を削ることが目的となるため、ルアンの弱点撃破効率も非常に相性が良くなっています。今まで十分な性能と思われていましたが、ここに来てさらに相性がいいキャラが増えてきたという感じです。しかも今度はホタルが撃破特攻系のアタッカーとして実装されますからね。ルアンとの相性もいい感じになるかと思いますので、今後の撃破特攻編成においては必須級になると思います。撃破特攻アタッカーのおかげでやっと完璧に噛み合ったという感じになりましたね。ということでルアンの強みに関しては以上となります。バフの種類が多いので確認することも多かったなと思いますが、強いというのは伝わったのかなと思います。火力のバフを配りつつ敵を弱点撃破しやすくなり、有利に攻撃ができる状況を一人で作れると思えば破格なところですよね。ルアンを持っていない方はぜひゲットしてほしいなというキャラになります。それではルアンについて一突と持ち公演水の必要についても次話していきたいと思います。それではまず一突についてですが、必殺技の結界が発動している間敵の防御力を 20% 無視するという性能になっています。これは必殺技中限定となりますが、必殺技中に相手を多く攻撃したいので性能としてはとても扱いやすく強いものとなっています。しかも防御力無視は 20% と固定となっているのでかなりありがたいです。こちらの使用感についてなんですけど、効果としては必殺技中だけとなっているため TP 効率が悪いと実感できない部分となります。ただし弱いというわけではなく、自分でタイミングを見て攻撃を当てる必要があるため、このマイナス 20% をうまく利用するために覚えることがあるということですね。全員の必殺技や SP の状況に合わせて使うことが大事だったりしますので、手動の場合は気をつけるようにする必要があるなというところでした。まあでもないよりかはめちゃくちゃ強いですね。単純にダメージが上がるので強いと思います。続いて持ち公演数についてですが、こちらは撃破特攻の数値と必殺技の発動で4ダメアップと SP を1回復することが可能です。ルアンは撃破特攻の数値を 180% を目指す必要があるので、この数値を狙いやすくなります。また必殺技に起因して4ダメもアップできますし、さらに SP も回復するためアタッカーがより動きやすくなります。公演水を装備するだけでおまけのバフももらえるんですよね。これが本当にありがたいし強いなと思いました。しかも各ウェブ開始時に TP を回復しますので、ルアンの必殺技の回転率も上げることが可能です。この公演水と TP 効率ナワーをつければより必殺技が回しやすくなりますからね。かなり性能としてはありがたいものとなっています。それではそれぞれ性能を紹介しましたので、まあ、個人的な判断をしていきたいと思います。一突と持ち公演水についてはそれぞれ高性能っていうのが一つ言えることですね。なのでなるべくどちらとも取りたいっていうのが本音です。なんですがそれだとガチャ石が足りないとかいろいろ問題がありますので、どちらかおすすめかを個人的に紹介したいと思います。おすすめとしてガチャで狙うのであれば持ち公演水がおすすめとなります。公演水は必殺技起因で味方の4ダメバフが付与できますし、何より SP 回復が編成の身軽さにつながります。この1回復っていうのは意外と大事ですね。しかも EP 回復に関してはウェーブ開始とはいえ味方全員に及びます。これは自分自身じゃなく全員っていうのが強いですよね。これがあるとエンドコンテンツでも活躍の幅を広げる可能性があるので、個人的には公演水をおすすめしたいなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。